この前カエルか女に振られた男です。覚えてくれてますか？ああ待って、俺がだいぶ前にカエルかで話したやつかなよね、多分。俺だってカエルかで配信で振れたこと多分めっちゃ一回しかないし、その時まだ海外おってあんまカエルかみたいなの分かってなかったっちゃうけど、なんか最近多いよねこっち系。俺なんか見たよ、あのなんかなんだっけ、フードコートとかで自分の姿、彼氏がご飯取り入って自分たちのテーブルを探すためにキョロキョロしとったら冷めるってやつやろ。見た見た見た。普通に女が取り行けばよくね。じゃあ別に女が取り行けばいいやん。俺背中ムチとかで打ちながら取りに行かせてあげる。ほら行けよ、バーン、ほら行け、キョロキョロしろ、バーン。なんやそれ、気持ち悪い。それをでもカエル化ってさ、一緒くたにしてしまうんやったらさ、本当に悩んどう人が困ってしまうじゃないと。わからん、俺はカエル化じゃないけん全然わからんじゃけど、そういうのを混ぜ込み始めたらよ、キショい女の思考みたいなのをこうカエル化に混ぜ込み始めたら、本当に悩んどう人は困るじゃない。やっぱ女の敵は女なんよな。え、そうじゃないだって。そのだってさ、そうなったらさ、俺はカエルかのことが分からんけん、詳しく。それもこれもカエルかって思ってしまったら、うわ、なんだ、カエルゴミやんってなるやん。うわ、カエルじゃん、ゴミやんってなるやん。財布見えたら、みたいな。財布見えたら冷める。いや、お前が払えばいいや。じゃ、なえるな。うさ、そんなこと言い出したら、そんなこと言い出したら、え、もうスーパータブーやけど、フードコートでお前の飯持って、キョロキョロしと男よりも悪いけど、寝る前のお前見た時の方が冷めるよ、男は。悪いけど。そんなこと言い出したらもう寝る前のお前見た方が冷めるよ。悪いけど、そういうの言わないようにしてあげてるんだから、みんな。俺はもちろんすっぴんはすっぴんで可愛いねってなるよ、もちろんね。でもそういうこと言ってくるなら俺こういうこと言うよってなるやん。だからそっちの方が理にかなってない。だって意味がわからんやん。普通にそうやない？こうやって戦争になるよっていう話。そういうことをいちいち言い始めたらもう戦争になるやん。いいと知らんよ、今回の話だってそうやん。男はおごる、だから昔からそうだっただろ。正しいだろ、分かった、じゃあいいよって。じゃあ男が分かった、飯行ったら男が 100% おごることにしようぜ。じゃあ家に寄ったら女は飯作れよ、なってくるよ。こう昔の理論で行くんだったらそうでしょっていう話やん。じゃあそうなるよっていう話で戦争になってしまうやろ。そうなったら男と女で仲悪くなるわけや。したら子供が生まれんくなって、そうなったら俺はもう一番最初に女の子に取り入って、いやもう男最近最低っすよねっつって、僕気づいたんですけど、やっぱ女の子の素敵さにみたいな、いやもう全然もう本当にみたいな、僕財布見せずにお会計するし、もう別にフードコート行ってもキョロキョロせずにまっすぐお前のとこまで走ってくるしみたいな、別にみたいな、ご飯だっておごりに決まってるじゃん、当たり前じゃないですかねって言って、すごい速さでお前ら裏切って女の子のとこに走っていく。来たチャンスやっつって、よし、いやマジで聞いてくださいよ、ほんとそうなんすよ。そういうののためにやめようよっていう話やん。そういう戦争が起きるけ俺だけモテちゃうよ、そうなったら。もう本当に早いから、裏切り早いんだから。そうなると俺しかモテんくなるけんやめようぜっていう話やん。男女間の仲が悪くなるとこうやって配信ではこうやってお前らの味方しとふりして裏でこそこそ、いやもうほんと男って終わってて、最近僕もほんとうんざりしてるっす、女の子の偉い人、カノー姉妹とかに、よろしくお願いします。ほんと僕も困ってて。ほんと僕情報とかいつでも流せるんで。よろしくお願いします。もうほんと男の悪口とかめっちゃ言えるんで。お前にはうんざりだよ。それが俺だ。男を裏切るときはみんなで裏切ろうね。俺についてこい。俺がジャンヌダルクだって、みんな先導した後燃やされる。みんな代表して。こうやって。俺がみんなを導いた後に代表して燃やされるけん。安心して。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。